ちょっと100均でいろいろ買ってきたんで、その紹介ですね。まずこれ、トレーなんですけど、普通のステンレストレーですね。ドール部屋1階と2階に分かれてるって言ったんですけど、まあ、1階と地下1階みたいな感じにして、地下1階はちょっとマッドサイエンティストな感じにしようと思うので、その、まあ、小道具としてちょっと手術台、ドール用の手術台みたいのを作ろうと思って、ちょっとこれを部材として買ってみました。まあ、そのうちまた、加工してみます。次はなんか、ボトルですね。これはキャンドゥで売ってたやつ。こういう感じで、普通の瓶ですね。まあ、なんかビーズかなんか入れて飾ろうかなと思います。あと、まあ、地下1階って言ったんで、ちょっとこういう感じに。なんか壁紙も買っていました。まあ今度ちょっと貼っています。あと地下1階に行くところにちょっとつけようと思う。ドアとして、地下に行くドアみたいな感じにしようかなと思ってこういうのを買っていました。まあ裏側がね、すごい微妙な作りなんで、まあちょっと加工してから使う感じですね。あとなんかこういう、これもまあ、ざっくりした作りなんで、ちょっと色塗って飾ろうかなと思います。はい。また新しい部材を買ってきたので、その紹介ですね。あ、これセリアのブリキプレートですね。あ、ブリキで、この広さでこの価格は結構破格だと思うんですけど、まああの、あれですね。地下1階部分の床にするつもりですね。手術室というか、人形製作所というか、なんかマッドサイエンティストな感じにしようと思ってるので、まあ、床部分もちょっと、あれですね。こういったメタル素材でやっていこうと思います。いつも使ってるアルミでもいいんですけど、アルミって、あれ磁石がくっつかないので、こういう風に、ドールが、足が、磁石でくっつくようにしたかったので、ブリキにしてます。ブリキって、鉄に、鉄板に、メッキしたものなんで、磁石がつくんですよね。まあ、4枚買ってますね。まあ、多分4枚で足りるはず。で、次はこれですね。なんか多分タオル掛けなんですけど、手術台を作るって言ってたんです。その足にしようかなと思って買いました。これも4つ買って、こう、4つ足、みたいな感じにしようと思いました。あと、あれですね。さっきあれ。さっきというか、まあ、撮影は昨日だったんですけど、こういった感じで色をつけてみました。裏側はまだ処理してないですね。多分、革かなんか貼る予定です。まあ、こんな感じですね。この映像に映ってるこの床がですね、サンド塗りした感じですね。サンドに塗りすると結構まあ、綺麗っちゃ綺麗なんですけど、なんかカサカサした感じなので、この後ちょっとツヤ出しヌスを塗っていますね。こっちも、あれですね、地下へ行くところの穴の部分を塞ぐ、あれですね、空気窓みたいな感じで。ここにこう、くっつく感じになりますね。こういう感じで。で、開く感じ。で、後ろが、こう、汚かったのを、ちょっと皮を張って、綺麗にした感じですね。まあ、こっちもちょっとツヤ出しにしを塗っていこうと思います。また買ったもの紹介ですね。なんか買ったもの紹介動画になりつつありますけど、次回からは結構作業が進むと思います。さっきの、画像に出てた、こういうやつの、あれ、レンガ版ですね。2階は、剣と魔法の王国っぽくしたいので、ファンタジー系にしたいので、ちょっとレンガ風のを買ってみました。あとなんか、鎖があったから鎖ですね。あと、ペイント。壁を塗るのもいいかなと思って買ったんですけど、ダークブルーなんですけど、試し塗りしたら結構こういう感じで、青いですね。普通、まあ、
ちょっとくすんだ青ぐらいなんで、同じシリーズの黒とか入れないとこういう色にはなんないかもしれませんね。たとえこういう色になったとしても、まあ、リフォームやってる方はわかると思うんですけど、壁一面に塗ると色って明るく見えちゃうんで、それを考えるんだったらもうちょっと、やっぱり黒色を買ってきて、まあ、計量して混ぜた方がいいと思いますね。こういう、この色っぽくしたいんだったら。あとは、なんかね、漆喰なんか売ってるんですよね。漆喰。面白そうだったんで。これもなんか、まあ、あれですね。2階部分の上、この上の部分をここにしようかなって思います。まあ、ちょっと試してみたいですね。面白そうなので。と、ハケですね。ハケ、まあ、ハケですね。こういうナイロンハケの方が、こう、すごい大きい、こう、広い場所をこう塗ったりとかする場合は、お仕事用のハケを買った方がいいと思うんですけど、ちっちゃいものやるんだったらこういうナイロンハケの方がいいです。ナイロンハケだとこれ絶対抜けないんですよ。毛のハケだと結構抜けたりして、こう、残っちゃったりするんで、こっちの方がいいです。これおすすめです。100円だし。というわけで、まあ、今回はなんか買ったもんばっかの紹介になっちゃったんですけど、次回からは結構施工の方も始めていく、いこうと思いますので、もしよろしければまたご視聴ください。それではまた。